美国职棒大联盟洛杉矶天使队召开了记者会，介绍来自日本职棒的好手大谷翔平。大谷说，当初会选落脚在天使队，因为觉得跟他们很有缘，而且呢，有机会的话，他希望首场出阵就可以展现自己的投打功力。穿上红色十七号球衣，大谷翔平从这一刻起正式成为洛杉矶天使队一员。Hi, my name is Shohei Ohtani.入境随俗，大谷翔平在美国职棒大联盟初亮相就用英文跟大家打招呼，现场反应热烈。他加入天使队会引起关注，在于他又打又能投的二刀流实力。当时很多大联盟球队抢着要他，而他最后选择报效天使队，外界好奇为什么。本当にたくさんの球団の方々とお話しさせていただける機会をいただいて、本当に感謝していますし、エンゼルスだけではなくて、本当に僕にお話をいただいた全球団に。感謝しているんですけども、その中で、ミーティングを行って本当に何かエンゼルスを縁みたいなものを感じたので、本当にいい球団だなと思って、お世話になろうと決めました。外界也关心为何他选择十七号。大谷翔平开玩笑说，其实一开始是想选天使队主力打者特劳尔的二十七号。本当は二十七番にしようかなというかしたいなという気持ちがあったんですけども埋まっていたので。用幽默拉近跟队友距离，大谷翔平进入大联盟后展现高企图心，说有机会的话，首场就想展现二刀流实力。最高なのはどちらも一緒の試合でできることだと思ってます。而场外当地日裔球迷超兴奋，在大谷公开亮相这天，早早就到现场排队，还带了自制海报到场边替他加油。大谷翔平落脚天使队，在大联盟场内场外都造成轰动。东森新闻陈慧珍、陈思雨报道。